はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。今回はね、今討伐戦もね、もう少しで第二セッションが終わっ第二形態か終わって第三形態にねありますね。明日かな、今日の夜か、明日かな。一応ねまだこれ無課金サバカだけどカンストできてるんで、ただねまだカンストできない人もね慌てずに、一応ねこれ無課金サバカなんだけど、このね打ち消しガード妖怪、必殺打ち消しガード妖怪かと、あとねこの必殺加護打ち消しガード召喚か、これはね運営さんがねちゃんと重要妖怪はねあのまたゲットしやすくねしてくれるので、今はね持ってなくてもまあ来年今年の年末年始、やってくれると思います。だからこの無課金サバカもね綿やか並みにあのできてるんで、その辺心配いらないのかなと。だから今ねあんまりカードめくれなかったらね本当今のうちはね無理しなくていいと思います。支部も3突したら強いんですけど、0突だとねそんなにそこまで抜けた存在じゃないので、はい、無理しない方がいいと思いますね。じゃあ今回は、今ねハロウィンイベントやってまして、ああパネルミッション全部クリアと思ったら札がありましたね。なんで一応ね無課金赤ですね。ここにはないんですが、なんだっけショップか、これでねまあ、いっぱいコインねゲットしてあるんでちょっとね回していきましょう。でパネルミッションがこれでようやくクリアするとコンプリートミッション、絆獲得しました。そして新しいミッション、これもハロウィンだから86章なんですかね。まあまた、まあ、今回もね特に体力プレゼントとかがないのでいけますね。じゃあちょっとね今あとこれ大当たりねなんか無傷で選べましたね。でハロウィンでね私初ゲットなんだね。そう無課金サバカさんだからいいね。これ後半ねこれを使ってクリアでミッションがあるんでやりたいと思いますね。そうだから今ね無課金でも7枚ぐらいねカンストしてるとカードめくれるので6枚とかね、なんで、ね、そういうまだそういう人たちと争ってもまだしょうがないんで、ただねああってポイントポイントの妖怪をゲットできれば誰でもカンストできるんで、はい、焦ることはないと思います。ただねこの前のスピーチ姫じゃないけどああいう妖怪の時にしっかりゲットできる準備しとかないとっていう感じかな。はい、じゃあ小生コインいっぱいあるんでせっかくなんで回しましょう。最近ね妖魔コインじゃねえないんだよね。結構回せそうだね。1,2,3,4,5,5枚かそんなにねえか。6,7,8枚だね。まあ、ちょっとS コインから回しちゃうか。やっとね私の無課金赤もねこの群馬神全部揃いましたね。これはありがたいな。さあじゃあ行きましょう。じゃあ妖怪から行こうかな。2はなくて3からですね。今ソルカが出てるからソルカがいいな。そろそろね転生コインがまた来てくれるといいですね。ウェイウェイ
よいしょ。誰かな。おお、いいね、プラチナ鬼。これは豪傑唯一の回復なんで、非常にスコアタでね大活躍してくれますね。さあ、じゃあ角4、いいね。ブラックダイヤにはもうね、この前バリア活躍してましたね。勇ましバリアだから第一形態で活躍させた人いるかな。さあ誰来るでしょう。最近イベントでね、小生特攻とかあるから、今回のねノルソルみたいに油断できないよね。おう、幻刀と天童寺。何気にね、あの幻刀は氷妖怪として重要なんで、はい、とつれるんでよかったですね。交流、まあでも幻刀もうリストラしていいかもな。もう来ないと思うんでね。この前ね特攻できたんだよね、今年ね。はい、じゃあこれで妖怪は終わりかな。あ、妖怪ありますね。じゃあ行こう。これはもう洞穴いいですね。アゲアゲハもいいです。6はいいね。これも無料で全部もらったやつですね。ログインボーナスとか、はい、無課金やかなんで、みんな無料で、そうですね、2ヶ月ぐらいで集まるかな。プレミアムログインボーナスになってるとね。おお、リンネとロボニャン。ロボニャンアイテムドロップアップで、リンネもいいんじゃないでしょうか。はい、いいね。さあ妖怪終わったんでグマシン行きましょう。グマシンのコインは、あ、フェスエラベールあるね。あ、そうなんだ、一応カンストしたんだよね。じゃあ3行きましょう。これはね孫作がいいですね。このバリアが、バリア、そして小召喚が力アップを払い、これがねいいんですよ。第一形態で大活躍しましたね。とにかくバリアの妖怪、群馬神、あとは超混乱、超サボり、超睡眠、そして打ち消しガードですかね。うん、最重要って感じですね。超運か、まあいいでしょう。これも突れるね。それでは良かったかな。よいしょ。じゃあ角4、群馬神コインが少ねえな。これはもう超飛とかがいいですね。この薄ら影不気味キラー、超飛、花公園はプリチーキラー、旅夫はエンマキラー。とにかくなんちゃらキラーがすごいこのゲーム重要ですね。ちょっとあれだな、せっかくだからもうメインアカも回しちゃおうかな。超飛がいいな。超飛、薄ら不気味はさ、イベントが多いんだ。あ、ホーソンさんでもいいや。ホーソンさんもいい妖怪です。クリティカルがいいしね。うん、これもとつれるね。はい、という感じでいいっすね。なんで無課金でもかなり回せるのでいいんじゃないでしょうか。みんな一突って感じですね、今回の妖怪ね。うん、まあいいや、ちょっともう一個なんか急遽行っちゃいます。後で限界突破やっときます。はい、こっちがねサーバー1のメインアカで、今ねプレミアムログインボーナスなんで6がね回せますね。よいしょ。でちなみに調整札がないからっていうのもあって、パネルミッションがねまだ全然クリアできないけど、調整札な、もう使っちゃったんだよな、今月分は。めんどくせえよな。はい、そしたら行きましょう。討伐戦はね、サーバー1は厳しいんだ。サーバーにはね、3発でも上位に入れるのに。
さあ行きましょう。ねコインは溜まってるかな。うん、10枚ぐらいあるかな。3、4が6枚ずつあるね。行きましょう。これでもね、限界突破と交流ポイントどっちにするか最近迷うよな。ほんとイベントな、小生の扱いが難しい。後でやんのもやだしな。うどん用とかはね安心して。あ、おばちゃんこれもいいね。ちょっとダウンロードが足りまだ間に合ってないな。さあ4行きましょう。ちょっとあれですね、電波の悪いところでやってんだ。まあ基本的にね交流ポイントでいいと思うんだけどね。なんか本当 いきなりね本当ノルソルみたいに特攻にされると困るよね。だからある程度限界突破しないで待つのがいいのかな。ノルカなんてかなり交流ポイントにしちゃったのに結局ちょっとだけ突って交流ポイント使っちゃったから赤字だよな。おお、あやった、オリジン、お別れしたオリジン、久々のゲット。おお、不動明かい、いいね。これもお別れしたやつかな。あ、でも未だに初ゲットとか嬉しいな。オリジンはお別れしたんだよね。ほんとお別れ何だったんだって感じだよね。超意味なかったあのお別れが。さあ妖怪は終わりかな。6がどこにあんだ。6あった、6これだ。6も3枚9枚でしたね。6はね私そろそろねアゲアゲハ欲しいんだ。アゲアゲハダウンロード追いついてねえな。アゲアゲハ欲しい。まあとにかく持ってないのがいいな。カントッツもな、鍛えたら強いんだけどな。もうあん今さらゲットしてもっていう感じはある。さあジバニャン付き、早く転生コイン、ま、こんな感じで配布してほしいな。黒からのウドミョウ、ウドミョウが今回3回も来た、ひどい。ウドミョウが3回も来た。さあじゃあ群馬市行きましょう。4、5、3、4、5と1枚ずつですね。結局この赤は12枚ですね。回しましょう。これはさっきも言ったけど孫作がいいですね。群馬市はなかなか釣れないからな。でね、パワーアップ群馬神とかにもいきなりなるからさ。まあ最近はね生配信っていうかあのやってくんないからあんまり1年間にパワーアップの少ないけどね。もう今年は生放送やんないのかな。挑戦だってな、いきなりパワーアップしたしな。挑戦がな、よかったよお別れしないで。お別れないか、交流ポイントにしないでよかったっすね。さあ4、これはさっきも言ったけどね、長飛とかあの種族アップ系がいいですね。よいしょ、長飛。おお、孫昇子ちゃんもいいね。孫昇子ちゃんもね、不思議ニョロロン、うすら影キラーだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、はい、これも3突してますね。さあラスト5いきましょう。5って珍しいな。これは持ってないのがいいな。馬長持ってないかな、持ってないのがいいな。5って珍しいね。花公園はね私完走しました。馬長だけかな持ってないの。
でもこの前総人とかもね意外に使えたもんね、バリア。だから何がいきなり使えるか分かんない、そういう楽しさはあるね。とつっとくといいことあるかもっていうね。さあ花公園以外、花公園は貫突したよ。おお、天衣さんね。天衣は曹操を守るためにこのね矢を受けて一人でね曹操を守ったんだよね。曹操には指一本取れません。弁慶はこいつのパクリなんじゃないかっていうね、そんな噂もあるかないかっていうね感じですかね。はい、じゃあ今回は小生コインたちでした。皆さんね第3形態になったらまた頑張りましょう。あ、違うか、今土日金カップなんでね、はい、周回するなら今かもしれません。それではまたお会いしましょう。さようなら。いいね。